加藤国夫は、日本のアニメーション作家。鹿児島県鹿児島市出身。鹿児島市立桜ヶ丘東小学校。鹿児島市立桜ヶ丘中学校。鹿児島市立鹿児島玉流行等学校。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。大学在学中に制作したアニメーション作品で、国内の賞を獲得。卒業後、2001年に、 映像制作会社ロボットに入社、キャラクターアニメーション部アニメーションスタジオ刑事に所属。テレビ番組、ウェブアニメーション、スポット CM などのアニメーション作品を手掛けている。2008年、積木の家が世界最高峰のアヌシー国際アニメーション映画祭で短編作品に与えられるアヌシークリスタル賞を獲得。同賞の日本人の受賞は2003年。 遠山の山村工事に続いて二人目。2009年、積木の家が第81回アカデミー賞の一部門である短編アニメーション賞を受賞した。短編アニメーション賞の受賞は日本人監督作品では初。受賞スピーチでは英語でオスカー像が重いことやスタッフなどに対する感謝の意を表明し、所属会社のロボットに感謝した後、アメリカのロックバンド、 スティックスの曲、ミスターロボットに含まれている日本語の歌詞にちなみ、どうもありがとう。ミスターロボットと締めくくり、会場の笑いを誘った。2017年に独立。ABC 外部リンクに、映像 h t t p w w n e e c a n s p o r t s c o m エンターテインメント、シネマ、ニュース。 FETP1 から29223から4 6 3 9 7 3 h t m l ハット南日本新聞2013年6月2日付22面2009年アカデミー賞受賞ページ HTTP 放置、読売 COJP、エンターテインメント、ニュース、29224WhatHT00044HTM ハットロボット刑事加藤国を ありがとうございます。